田田村村君国民民主党新緑風会の田村真美ですすよろししくお願いします私もあの今回の法改正の質疑に入る前に、お昼休憩にあのまん延防止等重点措置の要請が東京都から出たというニュースを聞いて、まあ、そろそろ考えるんじゃないかというふうに思って、 でこの質問を考えているときのタイミングも、えー、あったわけなので、実は通告もちょっとコロナ関連でさせていただいたので、先にちょっとその質問をさせていただきたいというふうに考えております。あのー え、今、あの飲食店の監視防止対策で、特にあの現地の見回り調査みたいなことが報道が始まっております。えー、ま、バインダーを手にチェックリストで現地調査している映像が流れています。けれども、まあ、実は昨年の5月に業界ごとの感染対策のガイドラインの作成と遵守がこう。西村大臣から発信をされ始めて、ま11、あ、度目の緊急事態宣言の解除後。後まあ、経済活動再開のタイミングではまあ、少しずつウイルスについても分かってきたことがあるわけ。なんでこれ？ガイドライン 前にききちっと反映させて改善すべきじゃないかと、まあ、なかなかその改善も進まなく、中にはノロウイルス対策のマニュアルを、まあ、コロナって書き換えただけのようなものも、正直私、60個以上見たんですけども、あったりとかして、ひどいなということで、まあ、この改善を求めたりとか。 また、年明けの緊急事態宣言前から、飲食店の感染対策に改めて焦点が当たりました。感染対策の徹底チェックや、第三者機関の認証制度などを設けたらどうかということも、議員や厚労委員会でも提案してまいりましたけれども、まあ、今、やっと現実問題で現地調査みたいなことが始まっております。 でえー、政府はこれまでこう業界団体が出しているこうガイドラインの遵守、求めてきましたけれども、正直、その周知徹底を業界団体を通じてというふうなことだけでした。 まあ、実際に飲食店全国で70万以上あるわけです。しかも、業界団体に属していないものも考えれば、もっとあるわけなんですね。それをずっとこう、業界団体通じての周知徹底遵守だっていうふうに言い続けたのは。私はやっぱり、これ一つ原因、感染がなかなか飲食店でこう、収まらなかった原因でもあったんじゃないかと。いうふうに考えています。まあ、その上ですいません。まず、あの全国飲食業生活衛生同業組合連合会への予算措置で行った厚労省。が 行ったガイドラインの遵守と徹底について店舗の見回り等とされたというふうに聞いておりますがその実績をご提示ください浅沼生活衛生食品安全審議官お答えいたします飲食店における感染防止対策につきましては業種別ガイドラインの実施促進を図るため飲食店における座席間隔の保持や 換気の確保といったガイドラインに沿った取り組みにつきまして、生活衛生同業組合等が飲食店を訪問し、実地で指導、助言等を 行う事業への支援を行ってきたところでございます昨年7月末から本年1月までの取組実績につきましては現時点の速報値として全国で約2万店程度の飲食店に指導を行ったと報告を受けておりますまた本年1月に緊急事態宣言を発出した11都府県を対象に行っている訪問調査の実績といたしまして1月28日より3月26日までのに 1913店舗の飲食店を訪問し、感染防止対策の指導を行っているとの報告を受けているところでございます田村真美君。 ありがとうございます、えーっとまあ、今あの、特に後半のところは明確に答えていただいたんですけど、実は前半まで予算措置で行ってきたはずなんですけど、2万点という店舗数、なかなか出てこなかったんですよね。まあ、正直、予算措置をしていて、ただ、衛生組合にもうお任せ状態で、正直厚労省はきちっとそこを管理してなかったとっいうふうに私は認識しています。まあ、それがまあ年を明けて、まあ、そのきちっとやっぱり管理していかなきゃいけないということで、あの農水省と同じくあのホームページ であの巡回の調査について実績を報告されるようにやっとなりました農水省の方結構前からきちっとこう数字も追いながら対策の方をされていたと思うんですけどそちらのまあ状況を教えてください農林水産省大臣官房未知の審議官お答えいたします、えー、農林水産省におきましてはゴートイート事業に参加する飲食店等における感染症予防対策を徹底する観点から 昨年来地方納税局にによるる飲食店に対すす訪問調査を行ってきてきます具体的には、昨年7月から8月にかけて、全国展開しているチェーン,とェーン店と約5500店舗を訪問し、ガイドラインの趣旨、対応状況の確認、えー、さらなる遵守,遵守の徹底について働きかけてまいりました。また、昨年12月には、ゴートゥイート事業の参加飲食店680店舗を訪問し、徹底した換気と主なあ 感染症対策についいて調査をたたしましまさらに本年1月からガイドライン遵守の徹底を目的として、特に11都県につきまして、ですね飲食店への訪問を、訪問調査を行っており、 全国展開しているチェーン店や大規模フードコート等を農林水産省が、また厚生労働省から先ほどお答えがあったとおり、個人経営等の小規模店については、厚生労働省の所管団体が訪問をし、原材料省で合計で2866店舗に対して調査を行っております。このうち農林水産省の方で訪問した店舗につきましては、店舗となっております田村ま美こ。君。 はいいありがとうございますあの地方農政局の方々が、もうほぼあの業務の一環としてされていたというふうに私も伺っております、まあ、予算措置、それに切り分けた形ではなかったんですが、まあ、GoTo イートのキャンペーンも始まるというようなことを皮切りにあの調査はされていたそうです。ただ ニュースになってこのようにやっているみたいな徹底を進めているということはまあ一切あの取り上げられなかったとっいうのも現実だというふうに思っていますし、やはりこれ、そういうものがあるんだと、店舗見回りがあるんだというふうに思うだけでも、少し飲食店の方々には歯止めになったんじゃないかなというふうに思って、これまでなかなか提案通らなかったのが、ちょっと悔しい思いをしているところなんですけれども、そこでちょっと今日内閣府の方にも来ておらいただいております。それぞれぞ所所管管の業種業種界について所管 の省庁がやるということはまあそうなんですけれども、全体としてその感染対策をやっていくという意味でいけば、今回、内閣府の方では、県別、都道府県等々で、特に山梨や大阪府等で、実際には飲食店の感染対策の訪問調査がこう始まっているというのは流れています。こののの取り組みについててははコロナ対策本部としては推進をするものなのかそして 実施の、まあ、推進するというお答えであれば、あの実施の有無は都道府県に委ねるものなのか、でまた、そのへを実施しようと思ったときに、そうは言っても人件費必要だと思います、えこれの費用というのは、地方創生臨時交付金の対象となるんでしょうか内閣官房、梶尾内閣審議官あのこの飲食店に対します感染対策の見回りにつきましては、基本的対処方針に政府は関係団体や地方公共団体に対して、 飲食店に係る業種別ガイドラインの遵守徹底のための見回り調査、遵守状況に関する情報の表示や認定制度の普及を促すというふうに明記をしてございまして、これは推進をしていくということでございます。これを踏まえまして、農林水産省、厚生労働省ともあの私とも連携しまして、各都道府県に対しまして、飲食店における感染症対策の見回り調査を行うための体制の構築や、すでに見回りを行っている都道府県、今、0示ございましたが、についてはその継続強化をお願いしているところでございます。 でその際は、あのあのそれぞれさまざまなバラバラでもあまりよろしくございませんので、あの地方の政局や生活や生組合の組織とも連携しながら取り組むことや、少なくともアクリル板の設置、または座席の間隔の確保あの、手や指の消毒の徹底、食事中のマスク、食事中以外のマスク着用、換気の徹底といった基本的な対策については、あの確認をいただくということを求めるということもあのあのお示しをしております。またあの もちろんあのご指摘のとおり費用がかかるわけでございますけれども、これにつきましては、地方創生臨時交付金の活用ということが可能ということで、有効に活用いただきたいというふうに思っております田村真美君。はい あの明日議員運営委員会も設置されたというふうに今、伺っております、あの本当は明日これ、西村大臣にも質問したいところなんですけれどもあの、コロナ対策本部の副,副本部長としての田村大臣にもちょっとぜひお願いしたいと思います、あの今ほどまで私、あのこの約1年間、あの飲食店の,その巡回調査みたいなことをまあ追ってきました。というのは、やっぱり今、本当に飲食店やまあ観光業とかの,その倒産件数っていうのは、本当に過去最高。あの 去年をこう上回る数値だったと、2020年度の,あの数値も出ておりましたし、まあ今日本当にあの失業者数の件についても、多い業種というのは、飲食店というところが上がっていたと思います。やはりあの感染がこう広がる と時間短縮をして、えー、まあ必要以上にこう経済を止めるっていうところが続くと、やはりその命を守るための,その生活っていうところにも響いてくるのも現実だと思うので、もちろん、一過性の対策として店舗を閉めて、それに対しての協力金についてお金を使うっていうのは大事だと思うんですけども、もっと先んじて、まず感染対策をできれば、営業できるっていう状況を作っていくのも、私はあのもう本当に先、えー、もっと先 費用を投じてやるべきだと思うんですよねただ、先ほどら言ってる、店舗数を考えれば70万点超えます、で、人員も限られてる、予算ももうすでに限られ始めてます、で、今、バラバラでっていうところを、内閣、コロナ対策の方ではまとめてっていうふうに言っていただきましたけど、まあ、チェックリストも多分バラバラだと思います、今回っている中で。で、まあ、今、厚労と農水はあの揃えてきたんだというふうに思うんですけど、都道府県との,あの共通化も必要だというふうに思いますし、また、地方創生臨時交付金、 この間あの、医療の方での。 サポートの時も、やはりこの自由に使えるので協力金で使ってしまったら、それ以外に使うっていうのが、なかなか地方であの判断できないということでいけば、先んじて感染対策をするっていう意味での、この見回り調査についても、別途、別枠でこう予算つけて、きちっと対策していく、その見回り調査を徹底していくっていうところも、やっていくべきだというふうに考えてるんですね。なののののででぜひまあそそそチチェェッッククリストの共有化だっったりその省庁横断できちとととと現場チェックをするいいうこととあと予算措置それについて ぜひあの実現していただきたいんですけれども、いかがでしょうか田村厚生労働大臣あのまん延防止措置をです、ね、やっていただいている地域は、この見回りというものをやっていただくということになっておるわけでありますが、それ以前も3月29日だったと思いますけれども、これはの、各省庁を連携してです、ねえー、これはあの通知を出して、自分連絡という形で出させていただく中において、えー、今、話ありましたけれども、 それこそ、まあ、あのアクリル板でありますとか、まあ、手指等々の消毒、手洗いですね、それからマスク、それから換気、まあ、こういうものはマストでありますから、こういうことをちゃんとやっていただくということを、まあ、チェックしてくださいというような形で,です、ね、これは各自治体にお願いをいたしました。あのこれはまん延防止地域だけではなくてです、ね、えー、もう感染拡大しているところはもう当然のことかやっていただきたいということであります。であの言われる通り 結構これが功を奏している好事例の自治体もあるんですね。 あのまあ、どことは言いませんけれども、ですから、やはりそういう意識を高めていただくと、当然、住民の方々が意識が高くなるという、当然、の店の意識も高くなるんで、結果的に感染防止、普段からいろんな形で感染防止しようという形になりますから、あのこれは非常にそういう飲食店というものを媒介にしてです、ね、より意識を高めていただくという意味では、非常に私は意味があると思いますし、それ自身が、 お店を守ることであり、あの逆に言うと、住民の方々からしてみれば、外食を守ること、自分らが外食しに行くことを守ることになります、あのそういう意味ではもうおっしゃられるとおりでございますのであの、しっかりとここは何をチェックしていくかということを、共通の項目というものをさらに周知をさせていただきながらですね、財源という話は、ちょっと厚生労働省の話ではないんですがあの、地方創生臨時交付金、非常に使い勝手のいいものでございますので、あのこういうものを使っていただきながらですね、しっかり各自治体あのもちろんその政 業者の方々も農政局もいろんな形でやるんですが、もう全然手が足りませんので、自治体がやはり腹を据えてやっていただくということが非常に重要だというふうに思っておりますので、あのそういうお声があったことはですね西村大臣にもお伝えさせていただきたいという,ふうに思います。田村真美君 ぜひ本部あの副本部長として進めていただきたいというふうに思っていますし、あとはその自治体の職員の人たちが、まあ、あのフレックスタイムで時間をずらしてやっていただければいいんですけれども、私、これ、あのもちろん営業してない時間帯にやることで、あのじっくりチェックするという意味もあると思いますが、もう一つは先ほど来出ているマスク会食の、まあ 注意喚起にもなると思うんですよ。その自分たちが食事飲食してるところでそんなチェック来てるっていう風なところでのま歯止めにも私なると思ってるんですよね。なのでぜひちょっと時間帯をずらすにはやっぱりその人件費の確保みたいなこともだいぶ必要になってくると思いますので、あのまあ一つのことをで、あの複数効果を得るっていうところはま難しいところもあるんですけど、まあそのような効果も私考えていて今提案させていただきってますので、ぜひ提案をいただきたいと思います。コロナ対策本部でありがとうございます。それではあのこちらであの農水省 とあと内閣府の方にはもう質問がないので、委員長を再配お願いします。はい、過剰内閣審議官及び未知の審議官につきましては、ご退席いただいて結構です。田村まみくん。はい、それでは、あの法案の審議の方は入らせていただきたいと思います。 私もサラリーマンをやっていましたで、いわゆる労働組合での役員で活動もやっていて、職場で育児休暇や育児休業を取っている、また時短勤務をしながら、育児をされている方たちの座談会とかも開いて、そういう声を会社に届けて、法律以上に改善するものだとか、職場に合った運用の仕方をこを 提案しながら改善してきた記憶があるんですけれども、まあ、正直、10年、10年以上前は、その座談会開きますよって言ったら、女性しか来なかったのが、現実でした。私たちの思いとしては、まあ、寮性の方に来ていただいて、両親ともにっていうふうな思いはあったんですが、なかなか男性の方、来ていただけなかったんですが、本当に4、5年前ぐらいからは、男性ももう取ったよっていうことで、経験者としてあの参加していただいたりとか、あ実際に取りたいと思うので、あの女性でもいいから、こう、先輩として。 どういうアドバイスありますかっていうようなことをあの共働きなんで聞きたいっていうふうな形で男性の方も参加するようになったっていうのは、まあ、目に見えて変わってきた変化だというふうに私自身も実感はしておりました。 まあそういう中なんですけど、なので、どうしても私、この法案の審議なんで、法改正にこうきちっとこう焦点を当てて議審議しなきゃいけないんですけれども、ついついこう運用のことが気になっていくっていうのも一つありますので、分かりづらい質問があればご容赦ください。で、まず最初に、午前中からずっと話がありました、やはりその育児休業を取るときの心配事の一つとして、やっぱりためらう、取ってみて困ったっていううちの理由の一つに収入減。 というものがありました。まあ、この収入源っていうところの中で、まあ一つ大事なのがまやっぱり財源の確保はあのこれが安定的にちゃんと確保されているかっていうのは大事だというふうに思っています。そんな中でえ今日午前中も審議ありました。令和2年の3月31日のえ雇用 保険法等一部の改正の付帯決議について、まあ、国庫負担、きちっと本則に戻して、そして令和3年までの2年間に限って、ちゃんとあの元に戻すこと、この措置にしてほしいというようあするようにという付帯決議されました、まあ、午前中にもこれ、お答えいただいたので、さまざ、あ、まな事情があるということで、必ずやりますというお返事ではなかったんですけれども、まあ、ぜひ、付帯決議を重く受け止めていただいて、あのこの付帯決議どおりの,あの議論をして いいいいいいたたただききいとという,うに重ねてお願いをしておお願をし思います、まあ、その付帯決議のもう1つ、15項目,目だったんですけれども、失業給付と異なる給与体系に位置づけられる育児休業給付については、まあ、給付額が増加傾向にあることを踏まえ、中長期的な観点から、国庫負担を含めた制度の在り方を検討することということも決議をしておりました。 まあこの,あの2つの付帯決議をもとにあのご質問したいと思います。今日資料をお配りして、1は目の端で見ていただきながら、2の方を見ていただいたらというふうに思います。まあ、この今回の制度改正にあたって、財政の運営資産というものが出されておりました。えー、雇用保険部会の報告の方でも、今後5年程度、令和6年度までは安定的に運営可能と、党部会において確認というふうになっておりました。ただまあコロナ禍 があのここまで長引いて影響するかどうかとかもわからない中でということなので、まあ、このコロナが起きている中での,あの影響、現状認識はどのようになっているかということを教えてください田中職業安定局長、はいえっと。令和2年度の育児休業給付の支給金額の状況を見ますと、あの通常年度ベースで最近の傾向を言いますと、 毎年度、支給金額、総額で,です、ね、年率大体8%ずつぐらいずつです、ね、育児休業給付の支給総額、伸びております、これは全体としての育児休業の取得が促進されているという効果だと思いますけれども、この8%と比べてみていただくと、考えていただくといいんですけれども、昨年度、あ昨年度令和2年度の前半、具体的には、4月、あ 前半の6月、7月、8月、9月というあたりにです、ね、前年同月比で支給額が20%を超える月が出てきておりました、でこれはです、ね、コロナの影響で育児休業、通常ですと、年度代わりで育児休業をやめて職場復帰される方がです、ね、コロナの影響でその育児休業を延長した効果が出てきているのではないかというふうに考えております。まあ、そのため年度後半においては その率は一定程度落ち着いてきておりまして、まあ、例年と同様のです、ね、伸び率が出てくる月も多くなってきております。で労働政策審議会の雇用保険部会では、まあ、こうした影響等も盛り込んだ上えで、昨年末から今年初めまでいろいろ議論していただいて、令和6年までの育児休業給付にかかる試算を出して、で安定的に今後、運営可能であるということを確認したという次第でございます。 田村真美君、はいまあ、改めて、コロナの影響で、月度の多少のこうずれはあったけれどもということで、財政的にはあまあ今のところ、この資産については大きく変わらないものだというふうな認識に立たれているというふうに受け止めましたまた。 もう一つ、この同じ報告書には、育児休業給付の在り方については、今般の男性育児休業促進等に関わる制度改正の効果なども見極めた上で、雇用保険制度本来の役割と関係や、 他の関連諸制度施策の動向なども勘案しつつ、検討していく必要があるものでありますというふうになっております。まあ、今後、検討するっていうときに、まあ、この財政の試算も見ながら、令和6年度を目途というふうに推測され,あされたんじゃないかというふうに私自身推測してるんですけれども、まあ、大体この大きい制度を変更していくとか考えるときに、あのまあ、6年から議論を始めるとは思っていません。6年度には結論を出すと思うんですけれども、大体結論を出した後に、 それをあの、まあ、運用していこうと思ったら、移行措置だったりとか、緩 <laughs> 和措置みたいなことをして、結局6年には始められないということになると思うんですよね。で、ここ見ていただいたら、あのまあ、この資産でマイナスにはなってないけど、単年度でいけばやっぱりこうマイナスで始めてるっていうのも現実なわけです。なので、あの急いで悪いものを作れとは言いませんけれども、やはりこの報告書も含めてなんですけれども、この令和6年に完了ではないく えー、こうきちっと単年度収支はマイナスでない、まず4年度までにきちっと検討して結論を出して、6年にはもうこの運用もあの移行期間も終わって、きちっとその新しい形っていうことがあのちゃんと実施できるように、検討を早めるべきだというふうに私考えるんですけど、いかがですか。 田村厚生労働大臣あの先ほど委員もおっしゃられましたけれども、あの労働政策審議会、雇用保険部会で、おおむね,ですねこれ、えー、令和2年から5年ぐらいは、まあ、今の両立で、えー、財政的にはなんとか安定しているであろうということでありますが、あのその中で,です、ね、まあ、この新しいこの制度、これのです、ねまあ、状況も見ていかなければならんと。 その上でですね、まあ、令和6年度をめどにという話になっているわけでありますが、これ、4月、令和4年度の10月から施行ということなので、 影響出てくるのは分ぶ令和4年5年の数字見ないとわからないと思うんです。でその状況を見ないことには、なかなかこの見直しという形に入れないわけでありますので、まあ、そういう意味でそういうものを見ながらですね、この令和6年度までを目途に目途に検討を進めていくということでございますので、あのどこかそこはご理解をいただきまたようにお願いいたしたいという,ふうに思います。田村真美君。 まあ今回の制度の効果だけといえば、今、大臣がおっしゃったとおりなんですけれども、これまでもこの育児・介護休業については、さまざま制度改善してきているわけで、実際にはあの取得率っていうのは、低水準ながらでも男性も上がってきているっていう現実もあって、もうその,その中でのトレンドで考えるべきことなので、今回のこの制度の改善の効果だけを見る、待つっていうこと。を では私はやっぱり遅いというふうに思いますので、ぜひ、それはあのまあ結論ありきでも、期限ありきでもないですけれども、今のような視点で早くあのそこに取り掛かっていただくということをあのお願いしておきたいというふうに考えております。 これ、えー、もう一つの視点に、今回、有期契約労働者の方の、えー、育児休業取得についての,あの、ま、期間、務め,めているこう期間の緩和というものがありましたま、これでちょっと1点お伺いするんですけれども、男性有期契約労働者の育児休業率について、ま、令和元年度の雇用均等 基本調査で、平成30年には7.54%まで伸びているんですけれども、先ほど、倉林委員が質問されたときには、令和元年度のところだけしか答えがなかったんですけど、令和元年度は3.07なんです、平成30年は7.54で、ずっと5年間上がり続けてたんですけど、なぜか令和元年度で一気に3.07というふうに低下をしております。この要因は何かか分析されてますか 高口雇用環境均等局長お答え申し上げます今、議員の方からお尋ね、ご指摘ございました、この男性の有期契約労働者の育児休業の取得割合の調査の関係でございますが、これ、ご指摘の雇用均等基本調査というもので、 提示をしていいるというものでございますそれで直近は今、議員からのご指摘のとおり、30年度が7.54、令和元年度が3.07ということでございますが、遡のってみましても、27年度が4.05、28年度が3.42、29年度が5.69、いずれも低いという状態の傾向というのは、先ほど、 女性との対比についてあの申し上げた女性はまあ7割台ということで推移しているものとの関係でいくと、その傾向としては大きな違いが見られるということは伺われるんですが、ただ、今、この変動の,あの状況ということにつきましていけば、もともと男性の育児休業の,あの取得者数が少ないという中で,で、それからまたあのさらに有機 契約労働者に対象を絞った上でという形の,そのサンプル数の少なさということで、調査結果にこういったあのブレが生じているということは推測されるんですけれども、ああ全体の傾向も見つつということで、は今後、のその推移ということについては継続的にあのしっかり注意を、してままいいいりたいと思います田村真美君。 はいいありがとうございます今、まあ、推測っていうふうにされました、まあ、母数が小さいから、パーセンテージとして大きくこう変動するっていう推測だったというふうに理解しました、まあ、ただ、推測ですし、やはりこの有期雇用の契約の方のほうがあまあ正社員の方、正規雇用の方よりも取りづらいみたいなことは、かねてから言われているわけですので、ぜひここについても、のあの原因があったかっていうところは、すみません、私もいろいろ調べたりとかしたんですけど分からなかったので、ぜひここをちょっと。 あの調べていただきたいというふうに思います。で、えーまあ、ここ、こ今、この件聞いたんですけれども、まあ、その今言った正規雇用の方と有機雇用の,あの方の取りやすさ、取りにくさみたいな話が出てきているんですけれども、やはり政府としては、さまざまなその働き方みたいなことは推進を今、しているわけです。で、やはりこの法律っていうのは、どうしても雇用労働者。 の法律ですもちろん雇用保険でやっているからっていうことなんですけれども、まあ、とはいえやはりそのライフスタイルの変化だったりとか、まあ、少子化対策の一環みたいなことも言われる中での,その育児期間あの出産育児期間の中でのサポートの制度というふうに捉えた時に例えばフリーランスなんかで働いているような方 みたたいいいにに一つのえ雇用契約だけに関わらない働き方をしててる人たちも含めてえやっぱり、どのようなその出産から育児をしていくかっていうところ、男性、女性も含めて制度を考えなければいけない、まあ、そうなったときに、先ほどの財源の話した、やっぱり雇用保険制度の枠組みによる育児給付そのものっていうことを、やっぱりあの大きく捉えて、 大きくこう検討し直して、答えを出していかなければいけない時期に私は来ていると思うんですね、そこが入るんであれば、私、令和6年まで待ってもいいかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか浜田厚生労働大臣。あのまあ、育児休業給付制度、あの少子化対策の中においては、中長期的な観点からその充実を含め、他の子育て支援制度の在り方も合わせた効果的な制度の在り方を総合的に。 ま検討すると、まあ、こうなっているんですが、まあ、フリーランスっていうともうそもそも雇用保険に入っておられないということでありますから、まあ、そういう意味からすると当然育児休業給付のです、ね、対象にはなかなかこれ入れていくっていうのはです、ね、あの関係者の方々のご理解を得られるかどうかということになるんだろうと思います、まあ、保険料も納めていないわけでありますので。 でありますから、まあ、あのその、まあ、給付の仕組みでありますとか財源の在り方を考えると、ですねなかなか課題が多い、でまあ、そもそもあのこういう保険の中でこういうような形で広げてきたというような、あ中にはやっぱり財源のとこにあるんだという中において、育児休業給付というものの率を上げてきたという、給付率を上げてきたというのも、ですね、えー、実はまあそれぞれ、えー、関係者の方々のご理解をいただきながらやってきているわけでございまして、ちょっとこの中にですね、 フリーランスの方々を今提案をするのは厚生労働省としては苦重いというのをご理解いただければありがたいというふうふに思います。田村真美君 はい、ありがとうございますこの枠組みには入らないということだと思います。だからこそ、あのもう少し広い枠組みで,で、財源もこの雇用保険ありきではないところで考えるっていうのが、その中長期的ではなくて、もう今、求められていることだということが、私の,あの申し上げたいことですので、ぜひそれを受け止めていただいて、あの今後の検討をしていただきたいと思いますし、まあ、あの労働者団体も経営者団体も、やはりこの、 何でしょう,こう育児休業の取得促進は少子化対策の一環として行われるものであり、育児休業期間中の経済支援は国の責任により、一般会計で実施されるべきというような要望書も今日資料さんにつけておりますけれども、このようなあのご意見も出ておりますし、先ほどの審議会の報告書の中でも、国の重要政策の一つである子育て支援の一環として、育児休業給付率を上げるのであれば、その財源は雇用保険料ではなく、社会全体で子育てを 支えていく観点から安定的な財源確保のためにも税による高級で賄うべきで、恒久的に賄うべきであるという、このような意見もやっぱり出ているわけなので、うん、あの理解はしているつもりですあの、今、現時点でできることということで、法改正はされているんですけれども、まあ、この制度自体、雇用継続をまあ目的とした制度から、やっぱりこう出産期、 えー、育児期における所得保障がこう。前面にこう出てきている制度に変わってきているというふうに私は理解しています。で、世の中も世の中というか、先ほどの労使ともにそのように受け止めているから、このような発言に私はなっているんだと思います。なので、やっぱり今ほど言ったとおり、その雇用保険の財源ありきで。だから雇用保険払ってないからフリーランスの人が入らないではなくて、もう少し広く。その。 育児っていうところ、あの子供を産むっていうところの中での、えー、考えを、えー、ぜひ示していただきたいなというふうに思います。えー、続きましてなんですけれども、えー、法文の件について、いくつかご質問させていただきたいと思います。まずはじめに第第21 21条条の、えー、件ですね第21条 はいこちらも、も今日いくつか話題になりましたけれども、えー、事業主が講ずべき措置のところで、えー、ちょっと読むには長いんで、お持ちにならない方は申し訳ないんですけども、ここの中に厚生労働省令が4か所出てくるんですよね。正直これれ何何を申し出た,れた時ににの決まりに基づいて 労使にで何を労働者に伝えて、どんな措置を講じていかなければならないかということが書いてあるんですけど、今のなんのとかどんなっていうのが全部、厚生労働省令って書いてあるんですよ。もう少し具体的にどういうことをイメージされているかお答えください。坂口雇用環境均等局長 お尋ねの,あの今回の改正法案の第21条というものでございます、これはあの、えー、ご説明しましたとおりあの、新設をするということであの、事業主に対して本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者への 個別の周知やあの意向確認の措置を義務付けるということがあの21条の1項で、第2項で当該申し出を理由とした不利益取扱いを禁止するという規定を新設するものでございます。で、この1項の中に、症例に対しての委任規定を置いておりますが、まずあの4箇所ということで、1点目があの本人または配偶者の妊娠・出産の 申し出があった場合ということで、その労働者ということですが、この妊娠、または出産したことに準ずるものということで、その他、これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときはということで、準ずるものについて、この省令で定めるという内容となっております。でこれにつきましてはあの いずれもこの厚生労働省令は、法律が成立をさせていただいた暁に、法案成立後に、労働政策審議会において、具体的な規定については、ご議論いただくことになりますが、現在想定している内容としましては、この点については、特別養子縁組の成立について、家庭裁判所に請求して、こう看護することとなったこと。 それからあの養子縁組里親として公を受託することの意思決定をしたことといったようなことを、えー、規定することを想定をしてございます。 それからあの次の,あの厚生労働省令で定めるところにより、うんという形については、これはあの一定のまあ手続き的なものをということで、どういう形でこの個別を周知するかという方法についてということで、あの具体的には書面であったり、電子メール等といった、あのその労働者への個別周知の方法などについての、えー、規定を定めるというようなことをあの現在、想定をしております。 それから、この労働者への個別の周知の内容について、あの法律では育児休業に関する制度、 その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともにということになってございまして、この点については、具体的には省令ではあの育児休業に関する制度、新たな制度が出来上がった暁の,あの段階施行の部分については、そういった新たな制度ももちろんのことでございますが、その他、先ほどもご指摘ございましたようなその育児休業給付制度に関する内容等について定めるということを予定をしております。 それから最後にあの、意向確認の観点についてということで、法律の条文上は、 申し出にかかる労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならないということとしておりまして、意向を取得意向を確認するための措置として、労働者との面談のほか、書面や電子メール等による方法でのその意向確認というようなことについての定めということを想定をしておるということで、具体的には先ほど申し上げましたとおり、労政審でご議論いただいた後、定める ということと予定をしております田村万美君 あの結構、今回の法案の中でも、まあ、事業主が講ずべき措置ということで、相当重要なところなんですが、もう肝心なところは、もうほ,ほぼ厚生労働省令ということで、まあ、もちろん、あのこれからの議論で現場、現実にあったものをきちっと入れていけるっていう前提で、こうされてるっていうふうに私は理解しております。なので、まあ、そこに対して、あの何でもできるというふうにして、緩くなるような省令を入れるっていうのは、やっぱりやめていただきたいですし、えー、逆を言うと、 あの警戒化するようなものですね。使えないっていうようなものもやめていただきたいというふうに思いますので、またこれの方あのまあ、法案が、えー、通った暁にはぜひあの真摯な議論をお願いしておきたいというふうに思います。えまもう一つすいませんあのその次の、えー、次ですね第22条の雇用環境の整備及び雇用管理 等にに関すする措置についてなんですけれれどもこれ事業主にえまあ措置を講じなければならないということで、選択的なんですけれども、環境整備の義務づけをしたということでは、一定の評価ができるものだというふうに考えておりますけれども、正直、1番と2番ですね、その雇用する労働者に対するえ育児休業に関わる研修の実施とか、2番目は相談体制の整備。これ 企業がよよくやるんですよねあの1年に1回ビデオを見てもらって、研修してますと、チェックして終わりとか、あの相談体制っていうのは、何かあればこちらの部署に言ってください、以上終了、形、ま、骸、あ、化する典型の2つが私は上がってると思うんです。なのでこれも そのほか、厚生労働省令で定める育児休業に関わる雇用環境の整備に関する措置、まあ、ここですよね、これまた厚生労働省でこれからなんです、まあ、今、現実に起きている相談窓口と研修っていうところまではかけるけれども、これも現実をちゃんと見て、あの企業側、えー、労働者側に聞きながら決めていくっていう可能性を残してやってるというふうに思うんですけど、今、考えられているもの何かあるんでしょうか。 坂口雇用環境均等局長。お答え申し上げます。この改正法の第22条は、あの雇用環境の整備に関するあの対応ということを事業主にあの求めるということでございます。で。 この22条は、今、議員の方からご指摘ありましたとおり、義務について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならないということで、1号が研修の実施、2号が相談体制の整備、そして3号が、省令に委任した上で、雇用環境の整備に関する措置という内容となってございます。この省令に定める措置の部分については、これも今後、審議会で議論した上で、省令を定めるということとなりますが、 あのこの法案の,あの前提となる、労働政策審議会の県議におきましては、この職場環境整備の具体的内容としては、中小企業にも配慮し、研修・相談窓口の設置。 から制度や取得事例の情報提供などの複数の選択肢からいずれかを選択することとすることが適当というご権議を頂戴をしておりまして、まあ、あのこういった点から踏まえると、この3号の省令の中としては、あのこの制度や取得事例の情報提供等というようなことが、この権議に沿った形にはなろうかと思いますが、あのその点も含めて、あの労働政策審議会で改めてご議論ということになろうかと思っております。あのいずれにしましまても、まあ あの今回この点についても新たな義務を設けるということで、あのえー、かつあの、この義務についてはあの中小企業も含めたすべての事業主も対象とするということで、まあ、こういった権威もご調達し、こういった形での法案の内容としてご提案をさせていただいているというものでございます田村麻美君、はいまあ、今のも、まあ、どういう取得されているか、状況を伝えるとかいうことで、まあ、正直、この。 え法文の雇用環境の整備及び雇用管理に関する措置っていう割には少しんでしょう今までにあったことがそのまま言われているだけで、まあ、中小まで義務付けをしたとはいえじゃ義務付けした後に本当にできているかどうかみたいなことまで確認できるかっていうところが疑わしい中ではもう少しあのこの3の省令の中でのところの議論で、えーまあ、省令に書くものプラスどのような ことが望ましいのか、みたいなことまで詳細な例示までしていただかないと、なかなかあの先ほど言った。あのまど、あ、こどこの部署が相談窓口ですって終わらせられることですので、ぜひその辺はあのもう少し望ましい。取り組み等々含めてあの書いていただくことをお願いしていきたいというふうに思っておりますえ、最後にすいません。今日資料4につけております。けれども、これも午前中からずっとあの議論になってました。両立支援助成金のごえー、ご案内つけております。まあ、これ、えー、の？えー 実績ですね、これ、実績教えてください、直近ので傾向です。坂口雇用環境均等局長、はい、お答え申し上げます。この資料の4にご提示いただいているのが、両立支援等助成金の出生時両立支援コースというものでございます。この助成金についてですが 支給実績でございますが、規模別には集計してございませんが、平成三十年度は支給件数が五千二百二件で、支給額が二十六点一億円でございますで。令和元年度につきましては、支給件数が六千六百七十二件で、支給額が三十点一億円という形になっております。田村真美子。 はい、通告したのであえてまあ、規模別には集計しておりませんがと前段つけていただきました。私これ中小企業と中小企業以外で差をつけているわけですし、ここに課題認識があるからこの分けた制度を作られているわけなので、まあその。 これ代替要因がないというところでの,あの対応策として設けられた助成金というふうに認識しております、で大企業よりかは中小の方が代替要因が見つかりづらいんだと、で準備しづらいんだというような議論もありました、そんな中で、これあえて分けて金額まで差をつけてやっているのに、分けて集計していないというのは、ちょっと私、信じられないんですよね。 これど,どうですか、今後はあのもう今から調べるっていうことがセンスあるというふうには私は思いません、今後のこの制度活用、そして助成金がきちっと活用されて、本当に目的に合ったものになるかどうかという意味でいけば、これ、ちゃんと分けて集計していただけないでしょうか。坂口雇用環境均等局長はい <laughs> この,あの両,立両立支援等助成金にはいくつかのコースがございまして、ちょっと先ほどあの説明不足しておりまして、恐縮でございますが、のこのご指摘のこの出生時両立支援コースというのは、 まさに、のこの過去書きで書いてございますように、子育てパパ支援助成金というもので、まさにあの男性の労働者がその育児休業等を取得しやすい、職場風土づくりに取り組むというようなことについて、支援しようという助成金ということで、ののこの関係については、大企業も。 あの対象としておるというものなんですが、先ほどあの委員の方からご指摘ございました、中小企業等でこう代替要因の確保等がいろいろ困難なので、そういったものについて支援するというものは、のこの資料4のこの育児休業等支援コースというところの助成金ということがこ、こちらについてはあの中小企業に限った形での制度としてあの盛り込んでいるというものであります。 というのが、まずご説明でございますが、その上で、確かにこの支給額等に差を設けておりますので、この規模別に集計ができていないということについてのご指摘については、重く受け止めさせていただきますが、当該、この子育て支援パパ支援助成金、この出生時両立支援コースそのもののこの助成金につきましては、今般、先ほど22条等についてご指摘いただきまし ましたがあの、希望寄贈にかかわらず、あの今回あの、一定の取り組みを法律で義務付けるという形になりますので、あのこの助成金そのものについてはあの、この助成金をどうするかということをしっかり見直した上で、あで、その法の施行に当たっていく必要があるということについても、ちょっとご理解を賜れればと思います田村真美君。はい 見直すんだったら、ますますじゃあ、やっぱり私、今までの集計しないでいいって言ったんですけど、絶対集計してくださいよ、中小企業にやっぱり必要かどうかっていうことしないと、見直しできないじゃないですか坂口雇用環境均等局長。あの いずれにしましても、これまでの状況についての振り返りということはあるんですけれども、この助成金の形そのものについては、義務になっていることをやったというところに支援をするというままでは、この助成金はそらく保険料を頂戴して、お預かりして、それによって支援をしているという助成金からすると、なかなか難しい仕組みなので、その仕組みそのものを変えなければいけないということで考えております。 ですから、まあ、そういったことも含めて、あのこれまでの除籍についての,あの見直しということをしっかりしてまいりたいと思います。田村真美君、はい あのまあ、いずれにしましてもっていうふうに言われましたけれども、まあ、やっぱりこうやって支援分けてやってるものが、そういう形で実績が出てきていないっていうのは、やっぱり国民の税金使ってやっていたり、まあ、保険料をやって使ってやっているわけなので、そこはきちっとやっぱり検証していかないと、その次の制度これ、このままじゃないけれども、やっぱり中小企業に何らかの支援が必要かどうかっていう検証必要だと思います。意外ととと先ほど100人以下ののころの企業でで顔がが見える範囲であればちゃんとコミュニケーションを取りながら育児休業 を男性でも取ってもらうみたいなことができ始めてるっていうのも現実にあるわけだと思うんですよね。なので、まあ、今回の1000人以上の企業だけの義務付けみたいな、その人数だけで区切っていくみたいなことも、このあとまた今後、議論する機会があれば、私もしていきたいと思いますけど、ちょっとその大企業、中小企業とかっていうところも、もうちょっと焦点当てて議論していきたいと思いまます今日日はありがととうございしした本のの質疑はここ程度のとどめこれにて散会いたします。